はいどうも、秋です。サクセスやっていきます。はい、今回は、もうキャッチャー最終章で2番手星を SG で作ろうといった感じです。デッキは前回と一緒で、1レンジャーオールガードデッキです。ブロンコだけレンジャーですね。なので基本的にミッションも全部勝てるのではないかなと思っています。やっていきましょう。はい、まあ、なんだかんだ SG が最強みたいなとこやっぱあると思うんで、なんだかんだね。なんだかんだ。やっていきましょう。ちょっとこのコードが画面見せてないから何もわかんないだろうけど、コードの絡み具合がやばい今。これでいいか。コードのもうほんとゲーム実況はコードとの戦いだわ。もうちょっとなんか気持ち悪いぞ今回のコード。誰にも伝わってないのが悲しいな。この今コードがぐるぐるなってる感じが誰にも伝わらない。このコードぐるぐるけど今ちょっといじると接続が切れそうで怖いからな。よくね、何のアプリで、もうこの話いいか、さすがにちょっともういいわ。毎日コメント欄で聞かれるけど、もうさすがにこの話は来た。もう何のアプリで撮ってるんですか、アプリで撮ってませんっていう、その録画方法の話はもうさすがに飽きたんで、毎回言ってるような気もするんで、もうやめましょう。どっかで言ってるのでね、知りたい方は、どっか探していただければ言ってると思います。やっていきましょう。ちょ、待って、せっちゃんとか追わないと。せっちゃんとかというか、せっちゃん追わないと、はい。で、アイテムは毎度のごとく、招き、あれです。お守りです。はい。まあ、前回ね、なんかよくわからない選手出来上がったんで、今回本当によくわかる感じの選手を作って、本当にもうしばらくキャッチャーとアディオスしたいところですね。はい。捕手とアディオスしていきましょう。やっていきましょう。ちょっと本当このコード配線が、闇だ。僕あんまりなんか部屋が散らかるの好きじゃないんですよ。で、要はコードとかって一番散らかってるように見える。実際散らかってはない。なんていうんですかね、一番散らかってる要素感が出るものだと思うんですよ、僕コードって。なんで本当に嫌で。けどね、ミラーリングが調子悪いからな。マジ iOS9 にしてから何もミラーリングできない。仕方ないんだよね。ということでね、やっていきましょう。最近ね、本当にリプトンを常に右手左手に持っててですね、ずっと実況してる時リプトン飲んでるんですよ。リプトンなしには生きていけなくなりましたね。いや、リプトンのステマならいくらでも するんで、スポンサーについてほしいレベルですね。ちょっと待って、せっちゃんがバウンサーになっちゃうよね。まあいいか。まあ、せっちゃん1バウンサーにしといてもいいや。ここで OKOK、 これで果たし状が余計勝ちやすくなった。今のは評価上げに行きました、完全に。まあバウンサーになってくれたのも全然嬉しかったけど、どうせせっちゃんのあれってあんま上がらないんで、練習レベルっていうやつですか、あんま上がらないのであんま意味ないんですけど、まあいいでしょう。渋いね、全然せっちゃんが練習に来ないんですけど、まあありがたいことに文化祭がありましたね。はい、まあ、バウンサーが1人増えたことによって老人警護とかも、でも本当にせっちゃんって、てか彼女キャラって彼女になってからそこまで SG だと追えないんで、パワーコーだとね、ラブパーのために追うことはもちろんあるんですけれども、追わないんで本当にね、そのレベル低いんですよ。最後の方、果たし状とか合宿以降に果たし状って出てくるんですけど、本当にレベルが低くて使い物にならないけど、バウンサーはね、果たし状の時に桜の宮入れた方がいいんじゃないですかっていう声があるぐらいに使えるんで、まあ桜の宮よりはもちろんレベル上がるんで使えるかな。まあ今回使ってみようか。これはもちろん切ります。今回も前さんと参加、前が完走するでしょう。まあ SG って前そんなに空きイベント数少なくないんで、13かな、空きイベント数。全然悪く、あ、じゃあ13じゃない、32か。パワーコより多いんだよね、空きイベント数が、前上は。こっちでいいというか、こっちが割と行きたいな。体力回復しつつ、固有キャラの2人の評価上げれるっていうのは美味しすぎた、今のは。うわー、もったいねー。なんか逆だったらって思いますよね。
進むが後イベで東条が前イベだったらっていう、その今の下り見ると逆じゃないんかいっていうね。マジで前イベと後イベはそれをよく思うことがある。逆じゃないんかいっていうのは本当によくありますね。マジアマゾンでリプトン各種箱入りとかないかな。各種箱入りなんて言ったらいいんだろう。あ、でも各種欲しいわけではないんだよな。よく飲むのは僕的、あ、ちなみに高校の時はめちゃもうあれしか飲んでなかったんですよ。ミルクティーしか、リプトン。でもなんか甘ったるすぎて、さすがにミルクティー、いや美味しいんですけど、美味しいから飲んでたんですけど、その当時からね。でもなんかちょっと甘すぎてなんか嫌になって、大学入ってからひたすらレモンティー派になったんですよ。で最近ピーチティーにもハマってる。最近ミルクティーほとんど飲まない。まあピーチティーとレモンティー、なんかこのさっぱり系にこう路線変更してますね今。もうほんとミルクティーここ2年3年ぐらい飲んでないような気がする。2年3年は言い過ぎだけど、ここ1年は飲んでない気がする。うわ渋いな、練習がやば。せっちゃん間に合わないんじゃないこれ。これやばいぞ、練習が渋いで。前回とかかなり練習美味しかったんで。お、文化祭がある。あ、せっちゃんがちょっと評価が足りてなかった系か。いや間に合ってくれよせっちゃん。やっぱ SG は12月3週後イベがあるんでね。そこが。まあまあ、第4の代打でもあるから、積極打法ついてくれて構わない。せっちゃんはほんとそこがね、あれなんすよ。せっちゃんはじゃねえ、SG で彼女はね、ほんと12月3週にこういうイベがあるんで、後イベ彼女はマジでね、なんかよろしくないんだよね。文化祭行っちゃえ。これはさすがに間に合わんわ。でも最近ずっと間に合ってたんで、そろそろ間に合わなくてもおかしくない頃かなって思うぐらい最近間に合ってましたね。大丈夫です、間に合ってるんで、かっこ意味深やっていきましょう。いやー間に合ってるどころかね、最近はもう。いやこの話はやめとこうか、さすがにコミュニティガイドライン違反まであるわ今の話は。やめとこう。はい、オッケー。ちょ、今日この後ジム行きたい。ジム行こう。実況し終わったら。よいしょ。間に合ってほしいな、せっちゃん。せっちゃん行っとくか、もう一回だけ。招きお守りの時はね、やっぱり間に合ってほしいみたいなとこありますよね。まあいいでしょう。まあちょっと最近本当にずっと投手サクセスばっかりやってて、やっぱりね満点が安定しなくなってるので、いつの間にか。1ヶ月前はもう当たり前に満点、もう満点以外ありえないみたいな感じだったのに、ちょっとまあそんなにはミスらないけど、5点ずつぐらいミスったりとか経験点してるので、まあやはりね、ちょっと彼女間に合わなかったとしても、その辺のことをこうしっかりね取り戻していって、あとはもう普通に果たし状とかも練習しないと。最近ずっと勝ってますけど、なんか怪しいですよね。結構怪しい時がありましたよね。いつだったっけな、つい最近の保守作った時に、いや絶対負けると自分でも思ったのに勝ったっていう果たし状とかあったんで、よくわかんないんですよね実際果たし状も。iPhone6S でかすぎ、マジでこのミッションがやりにくい。でかすぎるんだよね、ほんとこれ。もう裸持ち以外ありえない。こんなのにケースつけるとやばい。ちょ、全然びっくりもタックも来ねえな。いや、もうせっちゃん大丈夫だもんな、どう考えても。これってやっぱ、前から思ってたんだけど、ひじりばっかり怒んな、といべ。前から思ってたんですけど、より評価が
まあ赤ギリギリ赤だと僕の中ではあんま告白来るイメージなくて、赤ちょっと超えたぐらいでもう大体来るなっていう感じなんですけど、それ以上例えばピンクになったら余計来やすいとかあんのかなって感じたことないわ今まで一回も。それこれはダメだ、間に合わないわ。まあ160点なんだよ。いや160点だけじゃないんだよな、やっぱりいいタイミングでデートできるかどうかで、その後の経験点が、この週に要は告白来なかったらもう終わりです。The end! The end! あとイベさえ起こらない、招き猫持ってきてるのに。12月3週は固有のあとイベがあるんでダメです。でもダブルタック、あー小田切がここで間に合ってたらトリプルダックだったのに、北京ダックだったのにね。今のこれがほんと邪魔だわ、このイベント邪魔だわ。うわー、クリアレボッチ、クリアレボッチだ。クリ正月ボッチだ。いらないイベントは起こるね。いや別に最悪経験点のことは目つぶってもいいんですけど、やっぱデートがね、特に SG の場合は早めにデートをこなしといて、最後はもう全部ねミッションだけやりたいんで、そこなんですよね問題は。だってもうピンクじゃん、もういやらしいわね節子ピンク、そんなピンク色しちゃって節子いやらしいわね。ちょっと今のもなしで、もう休むとかマジでやってる暇はなくてですね、実際休むコマンドなんていうものを、こんなダメなんですよもう。で体力30しか回復しないし、もっとダメだしね。ここでチャンスコツつかめるのはブロンコとの相性もいいですね非常に。んー、ブロンコの評価もまだ上がってないのかな、なんかこれはさすがに渋いな。でもまあ取り直しも特にしないけどね。まあこっからまだ全然巻き返せるんで、ミッション全勝ちからのなんとかとか。ただそろそろいい加減にしないとマジでデートがこなせない。まあ節子のデートは最悪完走しなくてもいいみたいなとこなくないわ、あるわ。おっせえんだよな。まあただ経験点1500近く来てるし、まあそんな低いわけでもない、クリぼっちの割には。うわー、ここで何もないのは結構渋いぞ、ラブパー中に。うん、そっち行ってもいいけど、いやこっちの方が経験点的、あー、いやまあやっぱミッションレベル上げるという点でも、うわ渋、東条の助言で80も体力もったいなくしてる。うわラブパ終わった、そしてここでバレンタインでも体力マックスある時、これは運悪いサクセスだね、運悪いサクセスだね。いやもうこれはもう果たし状勝つだけ、あとは SG って決勝どこだっけ、虹谷じゃないか、 SG はあれかアーサか。じゃああんま強いピッチャーと戦えないからリハビリにならないな。できるだけ等身大でいつもの甘い言葉で伝えたかったんだよ、100万回の愛してるなんかよりもずっとずっと大切にするものがある、俺は何も言わずに抱きしめるから、お前は俺の腕の中で幸せな女になれ、ほーいね夢きてるシャララララシャララララ。
だってさ、それは歌うなっていう声は分かるの分かるんですけど、さすがにやることないわ。SG のミッションの時固めでやるまであるぞ、今後。渋いな、練習が。それにしてもさっきから。もうデートでもよかったけど。こっちも何も来てないし。いや、デートが詰まってるんで、ここは出ましょう。詰まってなかったら今のもね、休んでいいとこなんですけど。これもブロンコ、ああ、せっかく連れてきたから、ああ、行くか。金券店も美味しいもんな。65か。65は美味しかった、さすがに。今、ひじりちゃんのひじりボーナスもあったんでね。ただもうデートがこうやって詰まってたら、あんまりブロンコ連れてきた意味が正直ないんすよ。デートでさっさと回復したいんで。やっぱ前も後も一個ずつイベント切るんで、イベントは本当着実に進んでいきますね。やば、まだ1回目か。3月で相当やばいな。デートの回数が相当やばいっすね。タックびっくり来いや、タックびっくり。やばいな。次合宿前か。また渋いな。ここでデートが一番いいんですよ、本当は。体力の消費を抑えるためには。まあ、合宿中はブロンコが働くことを期待しよう。コツ。ささやきも9回も少しでしたね。コツのつかみ方が重いんでね、本当に。おお、本当に働いた。しかも、ヒジリンとススムの技術ボーナスが合わさって73。経験点やば。体力回復も33。やば。やばとしか言ってない。やっぱブロンコ強いわ。わー、渋。やば、渋、やば、渋とか、なんかよくわかんないこと言ってるけど。せやなー。せっちゃんのバウンサーレベル上げたい。オッケー、これで果たし状勝てるわ、もう。体力も減らしたくなかったし。これは守備コツ、阿部比、広角も持ってる。進むでしょ、今のコツ回収具合的に。うわ、全然コツを今回教えてこない。だから経験点いいのか、クリボッチなのに。いや、よくはないけど。そらそうなんですよね。びっくりの時に、コツじゃなくて経験値の方ばっか教えてきてると、それは良くなるんですよ、経験点が。見かけ上ね。けど、それは本当に見かけ上の話で。全然実質を伴ってないんで、もう僕のやり方だと本当にクソだなって思うんですよね。いっぱい来たー。果たし状行くか、とりあえず。手始めに果たし状行きますか。また初期パワー値が低いぞ。前回と一緒だよ。うわー、全然パワーが上げれない、このままでは。ほら、ちょっと早いけど、果たし状いきますか。ちょっと早いけど、まだもうちょっとレベル上げたかった感はあるんですけど、まあいけるでしょう。あとは僕のプレイングスキルで。でもこれは果たし状でしかボンバー使うとこがないんで、やっていきましょう。あとはコツが何が来るかだね。これを果たし状スタートと俗に言うんですけど、クソ2列しかなかったパターンのやつか。
はい、ブー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 やっぱガード3にバンサー1入れればブルヒ高速チャージ全くいらないやつじゃねえかよ。全くいらない、もうこれが果たし状の闇なんだよな。結構全くいらないやつじゃないかよ、全くいらないやつじゃねえかよ。2つともで高速チャージって結局1塁とどうなんですかね。1塁とサード以外は結局意味あるのかどうか疑惑って晴れたの、晴れたというか解決したのかな。それ要はサードとファーストはそうだけど、キャッチャーとか例えばどうなのっていう、バントした時にもっと速くなるのかな動きが。まあ最悪取ってもいいけど、この流し来た、ゴーストバスター行ってもいいんだけれども、レーザービームだしな、コツが。だったらこっち行こう。やばい、デートもまだこなさないといけないし。で定期ミッションはですね、この編成が一番勝ちやすいんではないかなと個人的に思っています。ガードにレンジャーバウンサーは結構個人的に好きですね。安定する。あれですね、結構レンジャーは迷わずに出すことができればどんどん出しても大丈夫ですね。ただ迷ったらもうやめた方がいいですね。一瞬でも迷ったら、というのもやっぱ雲とか早いんで動きが、置いといたら安心みたいなとこあります。やっぱレンジャーは今のも出てきた瞬間にレンジャーを押せれば出してもいいと思うんですけど、ちょっともう判断基準が遅かった、すでにその時には。これやばいやつや、これやばいやつや。よし、 OK。今のも金塊が見えたで一瞬で押せたんでいいんですけど、ちょっとでも迷ったらもうやめといた方がいいかなと。とりあえずレンジャー1体置いときゃ最悪の事態にこう対応できるみたいな。投手はマジガードが少なすぎるわ、みんなレンジャーだもんな。マジで果たし状が勝てないから対してくる意味がない、 SG に対してくる意味がね、まあないこともないんですけど、ちょっと薄くなるなっていうところはあります。やはりやっぱ Do it yourself やばいわこの経験点。竜の卵はやりたいな。おい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 、ただでさえデートが詰まってる時にもう、まあまあ運悪い時なんていうもんはこんなもんなんですけどね。これデート行っときますわ。あと2回、うわ、だったらさっきこんなもんだよね、だったらさっき登場行ってたわっていうね。で今週デートでちょうどよかったのにっていう。これはとりあえず行こう。初級コツで技術80、ただほんと筋力足んねえな。あとキャッチャーコツ、阿部飛コツ、キャッチャーコツ阿部飛コツだけか、あと欲しいのは。
ブロック取るでしょ、ささやき取るでしょ、高速チャージも取るか取るか、おっさんよおっさんよ、取るか、まあ、今回高速チャージキャッチャーも意味あると信じて取っとくか、せっかくくれたし。標準敬語もまあこれが一番いいよね、多分この編成が。知らんけど、ひじりちゃんかわいいなあ。やっぱ用心敬語これが一番いいわ。結構用心敬語苦手だったんですけど、この編成だと余裕っぽい。あ、やばい、ミスった、ミスった。ほら、レンジャーはね、欲出しちゃダメっていうのは今のやつ。置いといてよかった、今のは。レンジャー。まあ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 、勝てるんでいいですけど。結果が全て。ガチャは結果が全て。立川出んの？この間のガチャのハイライト。いや、あのガチャマジでまさか出ると思ってなかったから、想像の倍ぐらいびっくりした。うわ、もう本当に本当に筋力上げれねえんだな、このデッキって。東条がもうちょい働いてくんねえとな。でも前からこんな感じのデッキなのに何が違うの。守備コツ欲しい。いや、パワー、またパワー20でホームラン狙うっていう、あの悲しみを背負っていくやつね。結構飛ぶね。で、まあリハビリにはちょうどいいかな。要はタイミングが合わないと本当にホームランにならないんで、これだと。いや、これホームランならないんじゃない、下手したら。やっぱり早かったか。ちゃんと球速見ないと。140キロ把握。あ、そうか、広角もまだ、あ、取ったか、広角取ったか。マジプルヒト高速チャージっていう果たし状ね。でもなんか結構一番ひどかった、今までで一番ひどかったあれは、まあもちろん何のコツも来ないことというか、すでに取得済みのコツが結局実質来てたみたいなことはあったんですけど、今までで一番がっかりしたのはローボールとハイボールが一緒に来た時は、いやそれなんやねんっつって、さすがにちょっとね、思いましたね。よっしゃ、チャンスコツきた。渋。精神稼ぎに行ってもいいけど、まあ先デート終わらしとこう。なんかこう危ない、今スマホ落とすとこだった。でかいんだよね、 iPhone6S は。それにしても、よし、一級入魂かなり。 iPhone6S はでかすぎるよ。もうタブレットじゃねえかよ、もうほぼ。それは違うか、それは違うかもしれないけど、ほぼタブレット並みにでかい。これはー。でも編成的にのけるやつがいないんですよね。まあブロンコを最悪清本に変えるっていうのはなくないけど、それやろっか。それなくないな。いやでもそしたらマイベが切れないから、やっぱこれ変える余地がないわ。もう割とこのデッキはこれが完成かもしれない。ちょっと待って、なんで4点も取られてんの。割とこれが完成形のデッキだとは思うので、第9投げ
ました。入れば同点だ。危ねえ、マジで入らないな。F20 恐ろしいや。ちょっと、これさすがに、おいおい、さすがに。でもね、これね、割と仕方ないと思ってる部分があって、キャッチャーって超主要ポジションじゃないですか。で、今回守備コツが来てないんで、まだ守備もほとんど上げれてない。守備コツが来てないんで、守備もほとんど上げれてなくて、でもささやき取ったんですけど、まあ要は守備面がまだほとんど上げれてないんで、割とね、いや、どれくらい実際関係してるのかは知らないんですけど、割と自分が悪いよねって思うようにしてます。最近はショートとかセカンドとか作るときも同じくなんですけど、まあでも負ける。それにしてもまあキャッチャー丸ぐらいは取りたかったね。まあでもクリボッチだし仕方なかったっすね。いやー、ということでまた裏で僕はしぶしぶと作らないといけないですね。はい、また裏で一人シコシコと。選手作らないといけないですね。控え捕手を作らないといけないですね。でも上げるのもいいんだけどね、なんでも。これさすがに B ランクぐらいじゃないかな。お、 S 行くんだ。こんなんで S 行くんだ。ちょろいもんだ、 S って。はい、まあクリボッチだったしね、まあいいや。うおおおおおこんな演出なの。これ撮影日もろバレじゃん。初めて。おお、3つクリアしたわ。こんな演出なんだ。撮影日もろバレしたじゃねえかよ。まあいいや。はい、てなてなわけで、もうなかなか、まあサクセスはね、慣れと運とは言いますが、なかなか本当にそんなうまくいくこともなかなか少ないですね。はい、なのであとはプレイヤースキルを上げていきましょう。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。あ、ちゃんとまとめておくと、2番手押しはまあ言ってこういう感じで作っといた方がいいと思います。まあ何でもいいんですけど、とりあえずある程度守備ができるキャッチャーは、っていうかベンチに1人はキャッチャー置きたいよねっていうのはやっぱりね、あります、正直。はい、なのでぜひ皆さんも2番手星を作ってみてはどうでしょうか。チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。あ、マイクが変なとこ向いてた。やば。え、いつからだ。ちょっと音ちっちゃかったかもしれないんですけど、マイクが倒れてた。こういう状態だったが、こういう状態になった。あんま変わらないか。はい、それではまた別の動画でお会いいたしましょう。アディオス。